私に最後に深いものが続いていない。いや、この人は私を母の死人に転ばして、それを3日のうちに体をつけろと言いました。それで大事な人は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利なお気持ちでいますが、これはどういうのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大事な人はイエスに言った。
ダニエル書7章のですね、13節14節ちょっと見てもらえますか。ダニエル書7章13、14、はい、私がまた世の中を一緒に見ていると見よう人の頃の方が天の国によって言われ年老いた方のもとに進みその前に導かれたこの方に支援と応えるようにならたやれ主に諸国諸国の者たちがこのごとく神に仕えることになったその支援は永遠の支援で過ぎ去ることがなくその国は滅びることがない、はい、で旧約聖書にはですね3つのメシア予言があるね、どういうふうな予言かというとですね、一つはですね、その メシアですね、救い主はですね、このねダビデ王のような方である、ね、これはまあ、サムエル記ですね、あなたの子孫にですね、この永遠の、ね、そういう王座を、ね、確立する。ね、ようなメシ、ねね、そしてもう一つはですねこの北イスラエルが滅んだ後ですね この、これはサムエル記ね、それからイザヤ書ね、イザヤ書ね、53章に、苦難のメシね、そして3番目がですね、バビロンの集中にですね、ダニエルね、与えられたこの天的な道ね、天の雲に乗ってこられる、そして永遠とですね、その、まあ、支配が確立されるね、メシア予言ね、3つね。で、ユダヤ人はですね、当時ですね、もうローマの植民地から解放してくれるですね、このそういう政治的なメシアを期待していたわけですね、こういうダビデ王的な、ね、そして力あるそういう何メシアの天的メシアね、しかしこうイザヤ書にあるような苦難のメシアという、ね、意味で全然持ってなかったんですよ。旧約ではですね、このメシア像というのはこのね、伏せられてる、隠されてるんですね。イエス様が到来されて初めてね、この、まあ、メシアというのはですね、二段階で現れるんですね。この受肉、ね、そして十字架、ね、そして、それが座るんですね、そして終末に来て、ね、洗礼を神天神地の中でですね、天的なメシアがね、この3番ね。苦難のメシアはここで、ね、ね、こういう2段階での現れですね。だからまあこの大祭司もですね、まあ今やですねもう捕縛されてきてね、神を冒涜した罪でですね、まあ殺そうとされているね、メシアね。この大祭司の頭にイザヤ53章のメシア像は全くないわけですね。それでまあ下手にですねこうラザルの奇跡をたくさんされるからね、結局群衆がついていっていると、ね、でここでですねこうイエス様をねこう持ち上げてですね、エルサレム入場の後ですね、幼子さんですね、王として祭り上げよう、どう言いますか、5000人の人をですね、5つの神の銀座で養われたようにね、奇跡を行うことができるんだからね、ローマ軍をですね、この、まあ、打ち破るぐらいですね、奇跡の力を持ったらね、どうってことだね、死んだ子供を夢見せる方だからね、そういう、まあ、群衆の、まあ、言ったら、思いもあったと思うんですね。だからここでですね、混乱が起こったら国が滅んでしまうとね、危機感を持ってですね、一人の
一人の人が死ぬことによって国が救われるなら、ね、それは良いことではないかと考える、ね、ね、そしてですね、大祭司はですね、彼の解釈を間違って半分間違ってたけど、半分は当たってるわけですね。このキリストと多くの人の罪が許されるし救われるしね。そしてこのそういう人間のですね、この、まあ、過ちを通して神の計画を達成されるというかね、これもまた、まあ、聖書的な部分があると思いますね。人間の栄光をまくじくというね、あのヨセフの生涯も結局ね、エジプトのヨセフの生涯もね、落ちて落ちて落ちて いくことを通して、ね、あの神の民を救うというね、危機に大変救う、まあ、ヨセフの生涯 の、まあ、あれはですね、まあ、キリストの余計というふうにね言われますけどね。まあ、ですからですね、このマタイのこの26章の箇所もですね、もまあ非常にテストに出る確率が高いと言われている箇所ですので、あのよく全部読む必要ないですよ、キリスト教信も。大事なところを読んでください。でね、こういう箇所をですね、押さえとけば、ね、いいメッセージができます、これはね、はっきり言ってね。やっぱりあちこちあんまでもですね、押さえまくったらいいわけじゃないんですね。やっぱツボを押さえないとダメですね。ちょっと今、ちょっと背中の筋肉が痛くてね、ダメです。ちょっと筋肉注射というかね、そこから2週間も痛かったんですね。半年ほどはアセンブリーの、ね、団体なんかどうですか、中華ドローンのセミナーを準備していまして、12月1日、2日、1泊2日であったんですけど、それが終わったあと、なんか急に疲れが出たのが、ね、背中が痛くなって、それで2週間もちょっとね、サロンパス触ったり、いろいろやってたんですけど、なかなか治らなくてね、で、お医者さんに筋肉注射してくれてね、痛み止めの薬もらって、今日は本当に、快適というか、やっとその痛みからね、解放されたというのがね、感じがしますね。まあ、だから、福音書でですね、一番大事なことは、イエス様のが誠の神であるということをね、知るんですね。で、その壺となる聖書の箇所は、まあ、まあ、今言ったような箇所を中心にね、まあ、たくさんあるわけですけどね。そのための福音書ですから、ね、そしてその都合を照らすようにして聖書を解き明かすということが大事。いろんなこと語っていいんですよ、ね、この導入からね、まあ、明石から何から都合を押さないから、ね、そしてね、こういう聖句を通してですね、教義的な真理を解き明かしたらね、それは人々のですね、この信仰の確信を変えるんですね。だからこう教義というのはね、砂と水だったらサラ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 いつまでもしてますけどね、そこにね、セメントを放り込むことなんです、これはね。そしたらごつ熱を持ってね、カチカチに固まってしまうんですよね。で、これが説教の役割なんですよ、ね。そのことによってね、少々のことで揺るがない信仰が、ね、確立するわけですね。まあ、教会でいろんな問題、人につまずいたりいろいろすることありますね。しかしですね、神様に対するイエス様の確信がですね、強固になったらね、あんまりそういう枝葉のことはね、大きな問題なくなるんだ、これはね。だからこう、なんかこう小手先のいろんな問題を絶えず追いかけてたらね、いつまでもね、これはネズミを追いかけるような。捕まらない。私も田舎に住んでますので、まあ、米とかを作ってますのでね、ネズミがいるわけなんです。それは夜中になると運動会みたいにね、子供っていうわけです。まあこうなったらね、あの時にいろいろやったんですね。バケツ用意して先にチーズをゲット置いてね、中4とかでいろいろやったと、なかなか捕まらない。長いことで戦ってね、
ついにあの勝利の時は神戸駅というね、いろんなもの売ってるところでね、行って、あのネズミのいろんなものを置いてあるんですよ、対策してね。で、まあ、要するにひっつくやつなんですよ。ほんで、それにちょっと餌つけてね。で、だネズミの通り道が分かってるから、入り口とかね、そのあたりとか、こう、並べてね、置いてる。よく捕まりました。最初、こんなちっこいよね、ネズミ。こんな大きなやつとかね、中ぐらいのとかね、あれ十数匹捕まりましたね。お米がよくやったもんね。もうみんなどういうか豊かなところにね、住まってたから何世代もあったってね。今ちょっといなくなって寂しい気がしますけどね。お母さんがね、ネズミ捕まえたらね、おばあさんですけどね、剥がしてね、田んぼの横にこう並べてる、トンビが来てね、また餌にしてあ食べてる。俺は気持ち悪いから気をつかまないので、昔の人はね、強いというかね、なかなかね、そのネズミでもそうしてるんだ。ちゃんとした方法をね、抑えれば、捕まえられるできるわけです。だから、私、驚異的な確信を与えるね、秘訣をね、やっぱりね、一つ一つ、身につけていかないといけない。ね。安息日のね、ことでもね、これでユダヤ人たちは、安息日をね、労働者ではない。弟子たちがちょっとこうね、田んぼの中通って、お腹減ったから、麦を食って食べた、年会の労働者と青年と、ね、あるいはね、井戸に落ちた人を救わないのか、ね、病気の人を救った医者はこれはね、いけないのかとかね、いろいろ言ってますね。だからイエス様は、神様と同じ立場に立ってね、安息の道を再規定された、というのをね。いろいろずっとありますけどね、またそれはね、自分でこの今押さえたようなこういうところですね、押さえてそれぞれの聖書の箇所からね、このイエス様が真の神であるということをね、この立証するね、この有能なこの何て言うんですか、法律家のようなね、この裁判と一緒ですよね、教会のね、説教の裁判官がいてね、検察がいて、弁護士がいてね、そして証人がいてね、イエス様は神様と思いますね。それをこの攻撃、反対する思いもあるし、その立証する、ね、材料を持ってね、やはりこのいかにこの効果的にね、立証するか、ね、立証訓練です、これはね。説教というのはそういうの説得する力がね、いるんですね。だからね、私もこうして授業するでしょ。パッと準備してできるんじゃないんですよ。もう、長い年月かけてね、もう寝ても覚めてもね、こういうことばっか考えてるわけなんですよ。で、今朝も4時半ぐらいね、目が覚めて、今ちょっと5時半で、出ようと思ったから、1時間があるなと思ってね、布団の中でですね、この辺り、戦場の神聖、人生、統一性、どういうふうに話しようか、ね、思いの中でね、立証訓練する、立証、チュミレーションするわけですね。こういうふうに話し、ここな、こういうふうに話し、ここな、ここな。でも、1月では2日の夏ぶりのね、1泊2日のセミナーなんかは、90分かける5回のセミナーでしたからね、半年間ずっと準備、半年間も横演習ばっかりなんだから、と言いますか、語ることはごく一部なんですよ、それね。でもその100倍は準備してるわけです。だからこう、自由自在にこう反応を感じ取りながら、こう、あっちからもこっちからも球を投げるというかね。ピッチャーも直球だけじゃ投げられなかったら、こう、ね、見透かされて打たれるでしょ。やっぱりね、直球もあり、カーブもあり、ね、スライダーもありね、フォークもありね、相手の前にいたら、こう、
どう言いますか、考えていることを読みながらこうね投げるわけですね。まあ説教者にもまあそういうまあね取り組みが求められるね。ね、まあ各箇所ねまた見てみてください。でまあ、あとですね、聖書の教えの中ではヨハネの福音書にもそういった素晴らしいですね、まあ、初めに言葉ありと、ねいうことが始まりますし、ヘブル書ではですね、一章の三節、ね、そこで述べられますがヘブル一章の三節はい、三節、はいヘブル一章三節。ヘブル一章三節。イコは神の栄光であり、また神の子の完全な現れであり、その力を御言葉によって永遠と保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、すべて高い心の解放者を敵の座に座りました。ミコはですね、神の栄光のですね、神の本質の完全な現れね、はっきりとね。こういうまあイエス様 の、まあ、あの福音書的な生涯の、ね、出来事、旧約聖書の予言、ね、いろんなのを含めてですね、この新約の記者たちはそういうことをまあ確信していた。新約の教会はそういう確信の上にですね、人と預言者の上にね、立てられていた、ねそういうことですね。その他、まあ、やりませんけれども、コロサイ2章9節ではですね、神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせた、ね、こういうふうに書いてあります。それから、まあ、有名なところでピリピ、ね、2章の6節、キリストは神の御姿で現れた、ね、まあ、そういうですね、このだから初期のですね、教理史の初期のですね、最初の数世紀というのはね、キリストとは誰かということがね、これが絶えずこの試作された時代なんですよ、ね、何百年にもわたってね、私たちはまあその、まあ、遺産の上にこの言っているわけですけど ね、キリストはね、神が人となりだと、ね、まことの神だと、ね、で神様という方がどういう方だと、ね、分からないね、見せてほしいという人もありますけども、ね、私たちは、ね、この、ね、ヨハネ書18節にあるように、今だって神を見たことないね。誰も神を見たことない、ね。見たらもう死んでしまうわけですからね、その光の強さによってね、害虫が、ね、細菌が死ぬようにね。しかしですね、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたんだ、ね。神様とはどういう方であった。ねそれを正しく知るためにイエス様を見る必要がある。イエス様を通してしか見る本当の神が見られないんですよね。だから私たちはですねこうね生きてますけどもね地上に ね私たちが見るですねただ一つでねイエス・キリスト ねここを通してだけですね神様ね神様とはどういう方であるかということが分かるね。聖霊がですね、そのことを、まあね照らしてくる、ね、まあ、その方がずっとですね、こういう視点で、パウロも書いてますし、死という言葉にもそういう意味がありますしね、復活、ねの証拠もですね、その一つであるね。ねはい、そしたらですね、第2節ですね、キリストの神性の信仰からの逸脱ですね、いつもですね、こう、どう言いますか、ね、神様はですね、この聖書、ね、こうして、ね、ご自身をですね、明らかにしているわけですけどね、しかし、なおですね、この聖書解釈、
においてですね、間違った解釈をしてしまう、ね、この歴史、ね、キリスト教の、まあ、歴史というのはですね、この正しく聖書を解釈して生きる、ね、歴史であるとともにですね、この誤った、ね、解釈をしてですね、間違った方向にですね、このまあ、道路であればですね、こういうふうにね、両方にガードレールがありますけどね、そのガードレールを越えてですね、こう、まあね、この暴走してしまう、そういう、まあ、運動の歴史でもあるんですね。で、私たちが組織神学を学び、またね、教義の歴史を学ぶというのはですね、どこの辺にですね、その、まあ、落とし穴があるのか、ね、いうことをですね、前もって、ね、知ることができるということですね。で、そのですね、まあ、で、この異端の問題もですね、やり始めたら本当に難しい部分がありますけどもですね、まあ、結論的に言えばですね、キリスト論における異端はですね、6つしかない。6類型である。ね、異端というか、まあ、逸脱というかね。で、この6類型を押さえておけばですね、この、まあ、まあ、基本的にはクリアされる、ね、ということですね。で、異端の類型の第一はですね、エリオン派、ね、エリオン派というのはですね、イエスは神ではなかった、ね、こういうのが教えてあるんです、ね、神聖の否定なんですよ、ね、イエスは、ね、正統的信仰はイエスは、ね、この真の神であるんです、ね、イエス様 の、 この神聖、ね、これは神聖の否定、ね、という形で逸脱がね、ね、でどういう、まあ、内容かといいますとですね、エリオン主義者によるとですね、このイエスは普通の人間であった、ね、人間イエス、ね、イエス様は、ね、このマリアから、ね、マリアとヨセフから生まれ、ね、このオギャーと、ね、生まれ、そして人間イエス、ね、100% 人間イエスであった、ね、でその人間イエスにですね、人間イエスに対してこの ね、どういうことが起こったかというとですね、バプテスマのヨハネからですね、ヨルダン川で洗礼を受けられた時ですね、この川でですね、洗礼を受けた時にこの天からですね、人がね、下ってきた、ね、このキリストという人が下ってきてですね、この人間にですね、キリストの霊、ね、が下ってきて、そして、ね、イエス様を包み込むんですね、このイエス様自身は人間に過ぎなかったけれどもですね、このその鳩を通しての聖霊の現実というものによってですね、超自然的ないろんな働きができたんだ
というね、ことですね。次の授業の最初でこの続きね。はい。